さて、行きますか。はい、こんにちは、ジャムです。今回はパラノマサイト、ファイン23本所7市やっていこうと思います。ということで、行きましょう。さて、前回までで、一応ね、シギマハルエさん、堤哲夫さん、坂崎やっこちゃん、この3人、一つずつね、見てみましたよと、いうところだったんですが、前回ね、上から順番に見ていって、一番下のね、やっこちゃんのこっくりさんまで見ましたと、いう感じだったんですが、今回はじゃあ下から登っていこうか。そうするとね、一応時系列的に、春江さんに追いつくからね。ってことで、じゃあ大事なことは二つ。坂崎やっこちゃんの続きから見ていきましょう。前回のあらすじ、こっくりさんで得た情報によると、友人、白石道夫は自殺ではないらしい。さらに蘇りの秘術の場所を訪ねると突然呪霊が現れて、てんてんてんということでね。行ってみましょう。お、一週間前。階層から入りますね。女子校なのかな。シルエットも女子だね。多分。ん？これは見渡せる感じ？あ、じゃないな。あれ？ああ、動かせるね。ねえ、聞いた？うちの生徒が自殺だって？え、そうなの？誰？聞いた聞いた。C 組の白石さんだっけ？噂話を廊下でしてる。うっそ、道を？でも最近なんか様子がおかしかったもんね。ショック。なるほどね。廊下で噂話をしてる。そうですか。お、こっち、あ、違うな。別に女子校ではないか。C 組の白石ってさ、お前知ってる？男子生徒もいますね。ああ、一年の最初はすげえ優等生って印象だったけど、三学期頃から無断欠席が増えて、成績も下がってった感じ。じゃあ成績が下がったから自殺したのか、ずりーな、ずりーって問題じゃないだろう。受験戦争とか学歴社会とか嫌な時代だよな。もしのこと考えると俺も死にてえわ。なるほど。こっちは、知ってる？白石さんって去年お母さんが再婚したらしいけど、その新しいお父さんがもうひどいんだって。え、そうなの？どんなどんな？めっちゃ噂話されてるじゃん。なんか着替えを覗かれるとか、すぐ体を触ってくるとか、しかも前科があるらしくて、拒否するとすぐ暴力振るわれるとか。やだ、怖っ。無理無理、ありえない。家にそんな奴がいたら、そりゃ自殺とか考えちゃうかも。なるほどね。おっと、自殺ってニュースでは聞くけど、本当にあるんだね。なんか怖いな。それだけどさ、C 組って最近転校してきた子いるじゃん。あ、いるいる。なんか目立たない暗い感じの子。まさか。そいつが前にいた学校でも生徒の自殺があったんだって。これはミオちゃんの話か？え、嘘？なんかそれって怪しくない？噂話が、一週間前ってなってたかな？あ！城之内くん！もう知っている者もいるかもしれないが、うちのクラスの白石道夫が、昨晩、急死したとのことだ。はい、はい、落ち着け。お前ら、驚くのはわかるが静かに。原因について詮索している者もいるようだが、正確なところはまだ何も分かっていない。詳しい調査結果は警察から報告がある。憶測を広めることなどないように、いいな。今日は速やかに下校すること。それから明日は臨時休校になる。おい、そこ、家じゃない。不謹慎だぞ。まあ、いますよね、そういうのも。来週、全校集会でお別れ会を行う予定だが、もし個人で聴聞をしたいってものは。それから数日後。
あのやっこちゃん、おみおちゃんの方から声かけてくる。あ、ごめんね。なんだかやっこちゃん様子がいつもと違うようだったから、思い詰めてないといいなって思って。ありがとう黒鈴さん、ありがとうみおちゃんどっちで呼んでたっけ。これはなんか合わせる方がいいのかな、それともここで黒鈴さんって呼ぶとみおちゃんって呼んでとかって言われるとか、そういう話なのかな。ありがとうみおちゃん、みおちゃんって呼んでた気がするんだけどね。ちょっと下にしてみますか。あ、うん、ありがとうみおちゃん。私そんなにおかしかった？うん、なんか心配になるくらい。私でよければ話聞くから。そうだ、ちょうどよかったね。みおちゃん、ちょっと聞きたいことあるんだけど。うん、なに？そっか、まあ冒頭のこっくりさんにつながる回想ってわけだから、まあこっくりさんについて聞くのかな。まあこっくりさんについて聞きましょう。あのさ、こっくりさんって流行ってるよね。霊を呼び出して好きな質問に答えてもらえるっていうやつ。あ、うん、あるね。それやってみたいんだけど、知りたいことがあるから。え、なんで私に？ほら、みおちゃんってなんかそういうの詳しそうだからなるほど。え、あ、え、そう見える？うん、オカルト系とかすごく好きそう。雰囲気とかなんか暗いしなるほど。え、それはちょっとなんか微妙。でもこっくりさんの詳しいやり方知ってるよね。あ、うん、そこそこ詳しい方だとは思うね。お願い、もうそれしか方法なくて。まだこっくりさんについて聞けるみたいですね。チェック入ってないから、まあ話題としては上から順番に見ていきましょうかね。ああ、同じこと繰り返すだけか。じゃあ、よみがえりの秘術について聞いてみましょう。みおちゃんさ、よみがえりの秘術って知ってるよね。あ、うん。非常勤のしだ、非常勤の、荒石先生が、独自に発見して発表したっていう。荒石先生は初めてかな。白石さんと荒石さんがいるんだね。あの先生、授業のたびに自慢するからみんな知ってると思う。みおちゃんは信じる？口がとんがってる。え？いや、ちょっと、さすがに突拍子もないというか、そんな都合のいい術は難しいと思う。でもさ、万が一本当だったら、その術でみちおちゃんだって蘇らせられるかもしれないじゃん？可能性がゼロじゃないなら探してみたい。でも蘇りの秘術を探すってどうやって？そうそう、そこなんだよね。その表情。あ、こっちはチェックつきましたね。ってことは、全部聞いてからもう一回こっくりさんについて聞いてやってみようって話でまとまるって感じかな。じゃあ、白石みちおについて、聞いてみましょう。みちおちゃんさ、なんで死んじゃったんだろうね。遺書はなかったらしいけど、自殺だって公表されてたよね。うん、うん、あの子は絶対そんなことしないの。みちおちゃんは明るくて前向きで、学校もすごく楽しんでたし、辛いこともあったみたいだけど、でもだからって自殺なんて。私は直接話したことはなかったけど、学校を休むことが多かったし、来ても明らかに元気がなかったよね。そうなの。だからみんなすんなり自殺に納得してたし、同情するような態度しながら、ただ好奇の的にして騒ぎたいだけ。死んでから好き勝手事情を詮索されて、根も葉もない噂を流されてる。ひどくない？うん、そうだね。中にはここでは言いにくいようなひどい内容の噂も聞こえてくるし、みんな結局他人事だから好き勝手言えるんだ。新しいお父さんとうまくいってないのも、成績落ちたのも確かに本当みたいだけど、だからって自殺しても仕方ないよね、かわいそうだね、なんて扱いをされるのはあんまりだよ。私が心配して話しかけた時は大丈夫だって笑ってたんだから、あの子が自殺するほど悩んでるならちゃんと相談してくれるはずだよ。うん、
なるほど。みちおちゃんのことこのまま終わりにしちゃダメなの。なんか良くないことに巻き込まれたのかもしれないし。良くないこと？ほら、昨日も旧安田庭園で死んでる人が見つかったって騒ぎになってたし。これが、名前がちょっとパッと思い出せないな。刑事の人かな？よしみさん。よしみはじめ。多分この人の事件のことを言ってるんだと思いますね。なんかこの町で不吉なことが起こってたりするんじゃないかなって。確かになんか嫌な感じはするけど。で、これで全チェックついて、こっくりさんについてもう一度聞くと、あ、こっくりさんに聞きたいことってまさか、そう、みちおちゃんの死の真相と、あと、よみがえりの秘術のありかを聞きたいの。なるほど。そんなに都合よく教えてもらえるとは限らないと思うけど、ね、お願い。先生も警察も当てにならないし、一人で調べるのも限界があって、少しでも可能性があるなら。そっか。それでやっこちゃんの気が済むならやってみよっか。やった！ありがとう、みゆちゃん。じゃあ、明日の深夜に。で、学校でこっくりさんをやってたわけだ。資料が更新されました。見てみましょう。白石道夫関連のメモ。白石道夫関連のメモ。駒形高校2年 C 組の女子生徒、白石道夫の自殺に関するメモ。死因は、1週間前に南割下水通り近くの、路地裏にて全身挫滅の状態で発見された。マンションからの転落死と判断されている。動機に関する、情報。白石道夫の両親は最近再婚しているが、生徒の間では新しい父親から暴力を振るわれていたといった噂もあり、それを苦にしての投身自殺と見られている。なるほどね。坂崎学校午前0時台。駒形高校2年 C 組。なんか A 組、C 組、B 組っていう、分け方って、あるのかな？なんか、1組、2組とかだったんだよね。学校、東京都だと違うのかな？栃木はね、小学校、中学校、高校ってね、なんか、数字だったからさ、なんか、A 組、B 組、C 組ってね、まあ3年 B 組、金八先生とかあるけど、まあなんか、珍しいような気もしちゃうんだよね。ん？あれ？あ、やっこちゃん気がついた？私どうしちゃってた？思い出せる？こっくりさんをやってたら、急になんか変な声が聞こえてきて、それで私気を失った？私が見たところ悪い霊障は出てなさそうだから、突然の出来事に軽いショックを起こしただけだと思うけど、そっか。あ、こっくりさんは？大丈夫？非常事態だったけどちゃんと帰ってもらえたよ。それよりやっこちゃん、手に持ってるそれって、手？そうね。呪霊持ってますね。わ、何これ気持ち悪い。いつの間に握ってた？呪詛玉、バカ林を入手しました。うわ、その像、ものすごく強い怨念が渦巻いてる。古い呪いの道具かなんかっぽいけど。やだ、怖い。やっこちゃん、今変な声が聞こえたって言ってたよね。覚えてるところだけでいいから何を聞いたか教えてもらってもいい？多分それと関係してるから。なんか暗い地の底から心に直接響くような気味の悪い声がして。で、あとはひたすら呪い殺せって。なるほど、ありがとう。多分やっこちゃんは、蘇りの秘術を得る方法とそのための呪いの力を得てしまったってことかな。人の命を奪って再婚とやらにするための呪いの力を。これって本物の呪い？それはみちおちゃんのために蘇りの秘術が欲しいとは言ったけど、
なんで私がそんな、やっこちゃんちょっと落ち着いて聞いて、落ち着いていられないよえ、そんな、だってみおちゃんはこういうの慣れてるかもしれないけど、っていうか私こっくりさんとか心霊現象とか正直なところ半信半疑だったし、でも実際出たわけだからもう信じるしかないわけで、その上呪いだとか殺す力だとかそんなのわけわからない。うん、それは当然だよ、いきなりいろいろあったら戸惑うもん。でもまずは落ち着いて、ゆっくり深呼吸。うん、ここか。そう、いいよ。こういう時は心が乱れているほど相手につけ入る隙を与えちゃうから。相手、落ち着いた？あ、うん、ごめん、取り乱してた。うんうん、いいの。怖いって感じるのはそれのことをよく知らないせいだから。大昔から人は理解の及ばない現象に対して名前をつけて受け入れることで共存してきたの。ところが現代では科学や文化が発展してきたせいで、解析できない得体の知れないものを否定できるようになった。そして心霊はいないことにされた。でも彼らは昔も今もずっとそこにいるんだよ。ちゃんと知れば必ずしも怖いものではないってことがわかるから、まずは落ち着いて事実を受け入れて。そうなんだ。私オカルトが流行ってるからって面白半分で手を出しちゃってたけど、ミオちゃん本当に霊感持ってる人だったんだ。あ、まあ一応たしなむ程度だけど。ねえミオちゃん、どうしよう、私どうすればいいの？呪われちゃったの？死んじゃうの？場合によってはって感じだよね。ルートによってはおきげくんに瞬殺されてしまう未来もあったかもなというところですが、まあ今回のルートはおそらくおきげくん貸主になってないルートなんで、どうなるかなというところですね。大丈夫、その呪いは私が何とかする。私そのために来たから。え？信じて？私に任せて、安心して。これはどういう意味だ？転校してきたって話だったけど、本所の七不思議に関するこういうことが起こるのを分かってて、どっかから解決するために来たみたいな話なのかな。私に任せて、安心して。ありがとう。みおちゃんをこっくりさんに強引に付き合わせちゃったのに。うんうん、友達が心配で藁にもすがる気持ちになるのはしょうがないもん。本当なら遊び半分でこっくりさんに手を出すのは危険だからやめた方がいいんだけど、私に声かけてくれてよかった。じゃあ今までの話を整理してからこれからどうするか考えよう。うん。さて、まあ呪いについてから順番に聞きましょうか。この呪いって何なの？私呪われたの？さっき少し探ってみたんだけど、呪われたっていうのとはちょっと違う感じかな。厳密に言えば呪いの力を行使するための力を得たっていう感じ。だからやっこちゃん自身に直接霊障が現れるようなことは多分ないと思う。呪いの力を行使する力？それってこの呪詛玉のこと？うん、条件下でその呪詛玉を使うと、相手に呪いをかけて命を再婚にして奪うという力。そもそも蘇りの秘術を使うにはこの再婚が必要らしいから、再婚さえ集められれば別に呪詛玉というか貸主じゃなくてもできることもあるのかな。本来なら呪いを習得したそれなりの術師でなければ使うことができない術だったんだろうけど、一般の人でも呪いの力を使えるようにしたのがその呪詛玉なんだと思う。なるほどね。私みたいに何の心得もない人が呪いなんて使えるものなの？うん、呪術はもちろん簡単に扱えるものじゃないし、下手すると自分自身に跳ね返る危険が高いんだけど、
これさ、最初の陽子さんってさ、置いてけぼりの貸し主だったけど何かに失敗して溺死したっていう話なのかな。なんかあそこだけね、別に置いてけぼりの条件満たしたわけじゃないのに呪詛行使できてたのが謎なんだよねっていうのが気になってはいる。実はさっきこっくりさんで、異常が発生した時、実はさっきこっくりさんで異常が発生した時に、ちょうど0時ぐらいかな、この辺り一帯に霊野祭の場を形成されたっぽくてね。お、新しいワード出てきた。霊野祭？うん、霊的な効力を一時的に強めるおまじないの一種なんだけど、それには特定の呪詛の力を発現しやすくする効果もあるの。影響範囲はこの強さだと半径 3,4 キロくらいかな。半径 3,4 キロだと墨田区なんてすっぽり入りそうだね。墨田区ってそんなに狭いの？直径8キロ圏内って言ったら、ちょ、なんか田舎の感覚で言うと結構なんて言うんだろうな、一息分ぐらいだよねっていう感じがしちゃうんだけど、小山小金井間ぐらいじゃない？もうちょっと広いのかな。いや、なんかそんなに墨田区って狭い範囲なのか。うん、もともとこの土地に残されていた恨みのもとを霊野祭で呪詛玉にして権限させたんだと思う。誰かが、え、誰が？そこまではわからない。でも誰かが蘇りの秘術を復活させるために仕組んだことなんだと思う。これが自然現象なはずないから。キリッとした目してるね。っていうか首元のほくろにさっきからずっと目がいってるんだけど、なかなかいいキャラデザしてますよね。そうなんだ。霊野祭。霊野祭。霊的効力を一時的に高める場を、形成するための術式。場にある特定の霊力を、高める他にも、その地に存在していた恨みや思念を増幅させるといった使い方もされる。霊野祭の効力は術者の霊力に左右されるが、時間や範囲を限定することで本来霊感を持たない者にも呪詛の行使が可能になるほどに霊力を高めさせることも可能となる。なるほど。ってことはこの呪いの効力って墨田区というか本所の範囲内だけってことなのかな。蘇りの秘術についての選択肢が増えましたが、チェックがついてないので呪いについて続けて聞きましょうか。呪詛玉の力はこの霊野祭の場の影響下にある範囲内でしか使えないし、あ、やっぱりそうなんだ。効果が出るのも基本的に日が暮れている間だけ。なるほど。ってことは翌日まで生き残れば少なくともしばらくは呪殺される危険はなくなるってことなのかな。制限をかけて呪いの力を強めてるの。でも逆に言えば呪いの力を使えるのは夜にこの付近でだけってこと？ってことは夜の間は安全な場所にいて、昼間に墨田区で調査をすれば、そこまで危険にさらされずに、呪いの調査ができるのかもしれないですね。うん、制限で言えばその上さらに、実際に呪い殺すには個別の発動条件を満たす必要があるみたいだけど、発動条件、私の場合は呪霊の発する音を30秒間聞かせるっていうことだっけ。正直どういうことかよくわからないけど、その呪霊とやらも 音もどうやったら出せるのか、念じれば出るのかな。ちょっと試してみていい？いやいやいや、やめてやめて、そんな軽はずみに呪い出さないの。条件があるとはいえ、呪いの力で証拠を残さず人を殺せる力なんて十分やばいから、そういう意味ではやっこちゃんは呪いを受けたと言えるのかもしれない。私がついていながらこんな事態に巻き込まれたのは申し訳ないけど、まだ、聞けますね。呪いについて、その呪詛玉、多分それを持ってる人が貸し主になるんだと思うから、私が預かっておいた方がいいと思うんだけど、それもなんか押し付けてるみたいで悪い気がするけど、いや、でもごめん、その呪詛玉からすごい拒否反応が出てて手放すの難しそう。え、なんで？
下手に引き剥がすと呪いが暴発するかもしれない。おー、最初の持ち主以外に渡せないのかこれ。そのくらいなんかやっこちゃんから離れたくないような意志を感じる。え？その呪詛玉、やっこちゃんからはただの古い根付けに見えてるかもしれないけど、実は私から見るとすごい恨みの霊気で、下手に触れたらどうなるかわからないほどで、偉そうに言ってたけど、ここまで強い呪いの道具は扱いが難しくて。そうなの？これが？その辺に捨てて誰かよからぬ考えの人に渡っても大変なことになるし、そうだね。変に外から干渉するより、やっこちゃんが持ってた方が、今は安定するとは思う。なんか怖いな。とりあえず夜明けまでの時間をどうにかしのいで、てか本所から離れた方がいいよね。死なないためには。朝になれば呪いは弱まると思うから、処理できる方法を探そう。手伝うから。だから大事なことは二つ。タイトル回収した。一つ目、夜の間は条件を満たさないようにする。そして二つ目、もし満たしていても使わない。呪いについて終了ですね。七不思議について聞きましょう。謎の声はその呪詛玉のことバカ林で呼んでたんだよね。それって本所七不思議のだよね。うちの学校って本所七不思議のバカ林のゆかりの地だって言われてるし、無関係じゃないと思う。これは多分だけど、蘇りの秘術を求める気持ちを察知して取り付いてきたのかもしれない。なるほどね。これが本所七不思議の呪いってことは、他の七不思議の呪いを受けた人もいるってことだと思う。謎の声も他の貸し主っていう言い方してたし、しかも貸し主を呪い殺せば多くの再婚が手に入る仕組みだとかなんとか。ちょっとまずいね。こっちから呪い殺すつもりがなくても、他の貸し主に見つかったら狙われる可能性があるってことだから。他の七不思議の呪いを持ってる人と遭遇しないよう、夜のうちはなるべく人に関わらないよう注意していこう。っていうか、まず早く本所から出た方がいい話だよな、これだけ聞くと。蘇りの秘術について。でもさ、みおちゃん、音楽変わりましたね。この呪いが本物なら、これを使えばみちおちゃんを生き返らせれるってことだよね。蘇りの秘術も本物ってことだよね。そうだと思うけど、それはダメだよ、やっこちゃん。でも、だけど今はなりふり構ってる場合じゃないような気もしてきて、みちおちゃんが事故だったならさ、さぞかし未練もあっただろうし、見ず知らずの人をちょちょっと呪って再婚を奪うくらいなら、やっこちゃんはそっちタイプなのか、別にさ、いいんじゃないかな、みたいな気がするっていうか、どうしたの？やっこちゃんらしくないよ。どうしたの？やっこちゃんらしくないよ、か。誰かの命を奪うなんてこと、普段なら絶対許さないはずだよ。呪いの影響？呪霊の持つ怨念に染まったのかも。ちょっとごめん、見させて。なんか、ん？なんか入ってる。やだ、やめて。やっこちゃん？これ結構、ごめん。みおちゃん。なんか能力持ちですね。でもなんかそれ、すごく嫌な感じだったから。っていうか入ってるって俺か？わかった、ごめんね。でも蘇りの秘術はもう諦めて。それこそが呪いだから。蘇りを餌に呪いを使わせるっていう。ダメだよ、絶対。呪いなんかに負けないで。でも、みちおちゃんを。今日はもう帰って休もう。家まで送ってくよ。朝になれば呪いの影響も静まるはずだから。なるほど。まだ聞けますね。ごめん、蘇りの秘術はもう諦めて。私たちには過ぎたものだった。呪詛玉一つでも手に負えないくらいだから。なるほどね。
死者を蘇らせるなんてそんな生優しい話じゃなかった。惜しむ気持ちもわかるけど、今はこの夜を無事に生き残ることだけ考えて。そのくらい危険なところに足を踏み入れちゃったの。じゃあ理解できたならそろそろ行こうか。まずは北野と同じルートでこの学校を出るよ。うん、大丈夫だよね。学校誰もいないよね。だと思うけど。夜勤の公務員さんも、この時間までは見回りしてないはず。ん？キャッ！え、何？急に真っ暗に。ミオちゃん？大丈夫？おっと？そういえば暗闇のやついたよな。あいつか？そして動ける。あれ、ミオちゃん？いない？なんで？どこ？絶対脅かすでしょ、これ。これ窓際。ちょっと怖いね。え、真っ暗だな。おお！ちょい。なにこれ？手だよね。うわあ！ちょっと！あっぶね！なにすんの？え、なになに今の？もうやだ、助けて！みおちゃん、みおちゃんどこ？やっこちゃん、こっちにいるよ、見える？え、どこ？何も見えない。ちょ、今飛び上がっちゃったよ。あぶね。いや、マジで何も見えねえし。またやるんかい。いや、どこだよ。こっちは、おお、びっくりしょう。みおちゃんの方だった。いた、みおちゃん。こっちこっち。視界が遮られてるから注意して。うん。怖っ。はい。ということで、まあ、今回はここまでにしておきましょうか。ちょっと待って、これ、続き気になるな。でも、一個ずつ見てこうかって言っちゃったしな。どうしようかな。駒形高校からの脱出、坂崎やっこ。バカ林の呪いを受けた坂崎やっこに蘇りの手術は諦めようと説得するミオ。すでに学校に他の呪霊の影響も出ていたため、二人は急いで教室を抜け出したか。これあれだよね。暗闇の人だよね。どこで出会ったやつだっけ？おきえくんがね、真っ暗な中で倒した相手だと思うんだけど、そうか、情報を調べようがないな。ここじゃなくて、この後か。どこだったかね、あれ。おきゆくんが最初に相手した走り主がおそらく暗闇の人なんだよね。その人の能力だと思うので、まあ、そいつと遭遇したって感じか。今んとこね、出てきてる学校に関わる人物って城之内くんぐらいだよね。やつかな。あれ、まだ名前出てないんだっけ。いないね。なるほど。これどうしよっかな。ちょっと、一個ずつ順番に見ていくつもりだったけど、なんかこれはすげえ気になるとこで切られちゃったな。どうしようかな。続けてみるのもありだね。ちょっと、次回はつつみさんにするつもりだったけど、キリのいいとこまでこれ見たいような気もするな。こっちは、あ、そっか、残業だぞってとこで終わったんだっけ、確か。うわー、どうすかー。これちょっとなんか、やっこちゃんルート続けて、一段落つくとこまで見ましょうか。うん。はい、というわけで、まあ、とりあえずね、今回は、ここまでにしておこうと思います。
18日、ここですね。まあ、セーブしておきましょう、一応。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。